あなたのイメージは偏見、それとも合ってる？47都道府県に対するイメージを完全調査。都道府県イメージ調査。今日はいよいよ都道府県イメージ調査の結果を伝えるわよ。なんだ、いきなり。でも面白そうだな。そんな調査、いつの間にやってたんだ？マリサがゴロゴロしながらお菓子ばっかり食べている間、私は調査をしていたのよ。聞く、バレてたか。友達がみんな旅行に行ってさ、お土産をたくさんもらったんだ。北海道だろ、大阪だろ、福岡に沖縄。日本全国のお土産が揃ってるんだぜ。それは羨ましいわね。視聴者のみんなは各都道府県に対して、どんなイメージを持っているかしら？行ったことはなくても、何かしらイメージは持っているわよね。今日は、各都道府県に対してみんなが持っているイメージを、写真や地図を交えながら解説していくわ。共感したら高評価ボタンやコメントをよろしくね。反論のコメントだって OK だぜ。実際はどうなのか、知りたいしな。コメント欄も作品の一部なんだぜ。そうね、いろいろな意見が聞きたいわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、北海道東北編から行きましょうか。みんなのイメージと同じかな？うっふ、北海道へのイメージは、寒さに強そう、距離感がわからない、大自然や牧場などの声が多かったわ。私もそんなイメージだな。北海道はでっかい道、だぜ。まさにその通りで、東西方向に約 500km、南北方向に約 400km あるのよ。数字だけ聞いてもあんまりイメージできないんだぜ。そうよね。数字だけじゃピンとこないと思うから、本州に北海道を重ねてみるわ。どうかしら？北海道の大きさイメージできた？なんだって。北海道ってこんなに大きかったのか。ふふ。どれだけ大きいかイメージできたみたいね。あとは美味しい食べ物も思い浮かぶわよね。そうなんだぜ。海鮮がとにかく美味しいだろ。あとは北海道土産の定番、白い恋人やバターサンドだろ。食べ物の話になると、マリサは止まらなくなるわよね。北海道のみんなは、マリサに食べさせてあげたい美味しいものをコメント欄に書いてね。次は青森県よ。青森といえば、リンゴよね。リンゴを毎日食べていそうなんて声があったんだけど、実際はどうなのかしら？青森県のみんな、教えてくれー。飽きないのか気になるんだぜ。続いては岩手県ね。岩手県、何があったかな？パッと思いつかないかしらね。なんもなさそうなんて声もあったわ。岩手県といえば、わんこそばね。おお、わんこそばか。岩手県を代表するグルメで、盛岡冷麺、盛岡じゃじゃ麺と並んで、盛岡三大麺の一つなのよ。それは知らなかったぜ。次は宮城県よ。宮城県は田舎、山しかなさそう、っていう声が多かったわね。いやいや、宮城といえば牛タンだろ。マリサ、さすがね。あとはずんだ餅、笹かまぼこと合わせて三大仙台名物なんだ。ちょっとマリサ、解説役は私なんだけど。ああ、ごめん。つい食べ物のことになると止まらなくなっちゃって。さあ、次はどこの県だ？次は秋田県ね。秋田県のイメージは、よく鍋をしてそう、美人が多そう、なんて声が多かったわね。確かに。定期的に鍋をやってそうだな。美人が多そうなのも、わかるぜ。秋田美人っていうしな。あとは生ハゲを思い浮かべる人も多いんじゃないかしら？生ハゲか。子供の頃に見たら、トラウマになりそうなんだぜ。秋田県のみんなは、生ハゲ怖くなかったか？私は絶対に来てほしくないんだぜ。美人が多いかどうかも教えてね。さて、次は山形県ね。山形県も美味しいもののイメージが強いかしら？さくらんぼをいつも加えていそう、なんて声には笑っちゃったわ。それかわいいな、私もやろうかな。マリサはやらなくていいわよ。なんだよー。山形県のさくらんぼは、全国の生産量のおよそ7割を占めているわ。すごいな。あとは山形県の米沢牛は、日本を代表する和牛ブランドね。食べ物の話ばかりで、お腹が空いてきたんだぜ。じゃあこの動画が終わったら、ご飯食べましょ。どんどん行くわよ。お次は福島県ね。福島県は、喋りがなまってそう、デートはハワイアンズ、こんなイメージがあるみたいよ。ハワイアンズは行ったことがないんだよな。プールがあったり、ショーをやったりしているんだろ？そうよ、映画フラガールの影響で、日本でフラがブームになったわよね。そうそう、私もブームに乗ってちょっとやってたんだぜ。そうだったの？見せてよ。嫌だね。そんな簡単に見せるものじゃないんだぜ。さては挫折したわね。ぎく、バレたか。わかりやすいのよね、マリサは。他には、喜多方ラーメンや自然、平和などのイメージを持つ人も多かったわよ。次は関東編ね。茨城県から行くわよ。茨城県はどんなイメージを持たれているんだ？これがよくわかる茨城県の地図よ。大部分が秘境だな。あとは、ヤンキーが多そう、田舎、自然、こんなイメージが多かったわ。確か茨城県って、都道府県の魅力度ランキングでいつも最下位だったよな。
そうね、2020年のランキングでは過去最高の42位だったんだけど、再び最下位に転落してしまったわ。それでも42位か。あとは茨城といえば納豆だよな。健康にも美容にもいいし。そうなの。茨城県は納豆の生産量日本一なのよ。茨城県の魅力度が上がっていくと良いな。続いては栃木県ね。栃木県に対しては、群馬をライバル視してそう、餃子が好きそう、というイメージが持たれているみたいよ。群馬をライバル視だと？それは実際のところ、どう思っているのか聞きたいんだぜ。栃木県のみんな、コメントよろしくね。次は栃木のライバル？群馬県よ。お、ライバル来たな。群馬はどんなイメージなんだ？自給自足してそう、未開の地、こんなイメージみたいね。畑や自然のイメージがあるな。あとは草津温泉が有名よね。観光スポットとしても有名だし、入浴剤でもおなじみだな。たまに入浴剤を入れてお風呂に入ると、いい気分なんだぜ。いいわよね。今年は温泉にでも行きたいわ。さて、続いては埼玉県よ。埼玉県へは、自分の県のことがあまり好きではなさそう。千葉県がライバルと思っていそう、なんて声があったわ。なにー、ここでもライバル登場か。そうみたいね。これもリアルな声を聞きたいところね。そうだな。この流れで行くと、次は千葉県だな。ピンポン、正解。次は千葉県よ。千葉県へのイメージは、東京ディズニーリゾートでマウント取ってきそう、こんな声があったわね。ディズニーランドは東京ってつくけど、千葉県なんだよな。さて、次はその東京へのイメージなんだけど、この地図見てもらえるかしら。こう見ると、ザ東京って感じのところはほんの一部なんだな。西の方はなんで東京都に入ってるかが謎なんて言われちゃってるぜ。東京都以外の人からすると、都会、緑なんてない？芸能人にすぐ会える？新宿や渋谷は怖い、住むところなさそう。なんて声があったけど、そうじゃないのかもしれないわね。東京って本当に芸能人に会えるのかな？東京に住んでいる視聴者のみんなに聞きたいんだぜ。ぜひ教えてくれよな。次は神奈川県よ。神奈川は海のイメージが強いな。そうね、実際そんな声が多かったわ。江ノ島や湘南のイメージが強いわよね。海の水質調査で、判定基準の最高ランク水質 AA の海が19箇所あるんですって。すげえな、今年の夏は海に行きたいぜ。さて、今度は中部地方に行くわよ。まずは新潟県ね。新潟といえば、米だな。そうね、米ばかり食べていそう、なんて声があったわ。さすがにそんなことないだろ。どうなんでしょうね。私は美味しいお米なら毎日食べたいけどね。次は富山県よ。富山か、どんなイメージがあるかな。地元が好きそう、岐阜に侵食されていそう、こんなイメージを持たれているみたい。ああ、確かに地図を見ると、岐阜県に追いやられているように見えなくはないな。次は隣の石川県よ。観光スポットがなさそう、なんて言われてるわね。石川県は日本海のイメージが強いな。おすすめの観光スポット、知りたいんだぜ。お次は福井県よ。どこにあるかわからない、っていう少し悲しい声があったわ。確かにちょっと印象薄いかも。場所がちょっと曖昧なんだぜ。どこにあるかいつもわからなくなる都道府県ランキングで5位に入ってしまっているわ。え、そんなランキングがあるのか。福井県の場所はここよ。よく見ると、福井県の形って胎児とか恐竜に見えてこない？確かに。もう、私には恐竜にしか見えないんだぜ。これで、完璧に覚えました。さて、どんどん行くわよ。続いては山梨県ね。最初に山梨県のイメージ地図を見てもらおうかしらね。周りが山ばっかりだな。山梨という名前だけあって、山ばかりね。富士山はどちらのものか、静岡県民と争っていそう、なんて声もあったわ。山梨の人、富士山はみんなのものだぞ。次は長野県よ。これもまた、山だらけだな。山や自然が多い、という印象を持たれることが多いわね。長野県といえば軽井沢かしら？夏休みなんかに行きたいわよね。いいなぁ、涼しいところでのんびりしたいんだぜ。次は岐阜県よ。岐阜県も、山が多そう、のどか、こんなイメージを持つ声が多かったわね。のんびりしているところもいいよな。ここまでで半分くらいね。みんなが住んでいる都道府県は出てきた？まだの人は後半もぜひ注目してね。それそれ、と思ったら高評価ボタン、反論コメントも待ってるんだぜ。次は静岡県よ。静岡県に対するイメージは、毎日お茶しか飲まなそう、自然が美しい。こんな声があったわ。確かに、静岡県といえば、お茶だよな。静岡県は、日本一のお茶の産地なのよ。全国の茶栽培面積の 40%、全国の収穫量の 38% を占めていて、静岡県内産茶葉を 100% 使用したものだけが、静岡茶のブランド名を名乗ることができるの。でもさ、いくらなんでも毎日お茶しか飲まないなんてありえないよな。実際はどうなんだ？静岡県民のみんな、教えてくれー。コメント待っているわよ。次は愛知県よ。
マリサ、これを見て。え？名古屋県？トヨタも強そうだな。トヨタの車ばかり走っていそう。こんな声もあったわ。未開の地にも今度行ってみたいんだぜ。さあ、次は近畿地方に行くわよ。おお、楽しみなんだぜ。まずは三重県からよ。未開の地が広すぎないか？生まれも育ちも三重県の人からしても、この地図は的確らしいわ。未開の地イコール伸びしろってことよね。そうなのか。なんか、前向きでいい感じだぜ。次は滋賀県ね。琵琶湖をバカにしたら怒られそう、なんて声があったわね。前にこの動画で琵琶湖のこと、解説してくれたよな。あら、覚えててくれたのね。当然だろう。琵琶湖がすごいのは大きいことだけじゃないんだよな。歴史もあって、面白かったぜ。まだ動画を見てない人は、ぜひ琵琶湖のことを学んでみてね。さて、次は京都府よ。なんだ？ハテナが大きすぎだろ。しかも大阪の領域って。京都と聞いてイメージする場所って限られるかもしれないわね。気温などが有名よね。舞妓さんが歩いているのを見ると、京都に来たって感じがするもんな。実は、京都で見かける舞妓さんの大部分は舞妓体験をしている観光客よ。何？そうだったのか？仕事やお稽古がない場合、舞妓さんが日中歩くことはあまりないんですって。本物の舞妓さんは、タクシーで移動するらしいわ。タクシー移動なのか。それは会えないに決まってるぜ。よし、私も舞妓さんのコスプレして注目されるぞ。あら、舞妓さんらしく振る舞ってね。京都のイメージが崩れるから。何？失礼だな。私は完璧に舞妓さんになりきってやるぞ。おほほ、それは楽しみだわ。次は大阪府ね。大阪は、みんな同じようなイメージを持っているんじゃないのか？そうかもしれないわね。たこ焼きばかり食べていそう、おしゃべり、ノリがいい、アメちゃんくれそう、金にうるさい、などいろんな声が聞けたわ。大阪になると、いっぱい出てきたな。あ、大阪のおばちゃんのイメージあるだろ？ヒョウ柄の服を着て、声が大きくてズバズバ言う感じの。アメちゃんもくれてさ。このイメージって実際合ってるのかな？そうね、テレビの影響もあって脚色されているんじゃないかって私は思っているわ。よし、これもコメントで聞いてみようぜ。こういうイメージを持っている人は多いと思うな。大阪のおばちゃんは、本当にヒョウ柄を着ていてアメちゃんをくれるのかコメントで教えてね。次は兵庫県よ。兵庫県は、城が立派。有名なものが多いけど、パッとしないし意外と田舎、なんて声があったわね。確かにお城は立派だな。でも近畿地方ではちょっと田舎っぽいのかな。続いて奈良県ね。奈良県に対しては、鹿せんべい食べてそう、大仏に見飽きてそう、なんて声があったわよ。いやいや、それは偏見だろ。鹿せんべいなんて人間が食べても絶対美味しくないって。おほほ、そうね。あくまでイメージよ。鹿せんべいは全く味がしないのよ。奈良県民が食べるわけないわよね。え、霊夢、食べたのか？まさか。聞いた話よ。怪しい。さ、次に行くわよ。近畿地方最後は和歌山県よ。和歌山県は、パンダのストラップをつけていそう。みかんをよく食べていそう。こんなイメージを持たれているみたい。パンダ？なんでパンダなんだ？和歌山県にあるアドベンチャーワールドでは、パンダに会えるのよ。意外と知られていないのよね。へえ、知らなかったぜ。アドベンチャーワールドでパンダを見たことがある人、いるかな？コメントで教えてほしいんだぜ。さて、どんどん行くわよ。中国、四国地方ね。まずは鳥取県よ。島根県と一緒に紹介しようかしら。鳥取と島根は、前に動画でも取り上げたよな。そう、この動画ね。鳥取は、鳥取砂丘のイメージが強くて、でも県としては島根と並んで存在感が薄いと思われているわ。そうやって一緒にするから島根と鳥取、どっちがどっちかわからなくなっちゃう人がいるんだよ。それは失礼しました。この鳥取と島根についての動画を見れば、場所もバッチリ覚えられるんだぜ。マリサでも一発で覚えられたから、ぜひ見てね。次は、岡山県よ。岡山県に対しては、毎日桃太郎を読み聞かせていそう、って声があったわね。毎日桃太郎だと？さすがに毎日聞いたら、子供でも話を覚えてしまいそうだな。子供って、覚えるのが得意だからね。続いては広島県よ。週3でお好み焼き食べていそう、こんな声があったわ。さすがに週3はないだろう。あとは広島カープとか、原爆ドームのイメージが強いかな。次は山口県ね。こんなイメージを持たれているわ。町がなさそう、なんて声もあったわよ。山、田舎。確かに山のイメージがあるな。田舎かもしれないけど、世界に誇れる歴史的建造物もあるわよ。次は徳島県ね。揚げ物すべてにすだちをかけそう、特に何もない、こんな声があったわ。特に何もないって、徳島はすだちが有名なんだな。そうなのよ。レモンじゃなくて、唐揚げにすだちって美味しそうよね。今度やってみましょ。
うわぁ、よだれが出てきたんだぜ。汚いわね。さて、次は香川県よ。香川といえば、うどんよね。うどんしか食べなさそう、なんて声もあったわ。へへへ、さすがに毎日はないだろ。次は愛媛県ね。愛媛といえば、みかんだな。そうね。毎日みかんを食べて足の裏が黄色い人が多そう。こんなイメージまで持たれているみたい。よし。愛媛県のみんなは、今すぐ足の裏をチェックだ。黄色だったらコメントで教えてくれよな。ちょっと、なんてアンケートを取っているのよ。でも、ちょっと気になるかも。そうだろ。四国最後は高知県よ。田舎と山ばっかりだな。あとは、まあ、飲め、か。酒飲みが多そう。っていう声もあったのよ。高知の日本酒は、淡麗辛口が美味しいと有名なの。初心者向けの飲みやすいものから珍しいお酒まで種類が豊富なのよ。へえ、そうなんだな。それは酒飲みのイメージがつくのもわかるな。いよいよ最後、九州、沖縄編よ。待ってました。まずは、福岡県から行くわよ。福岡県に対するイメージは、美人が多そう、ラーメン好き、屋台、活動的、こんな声があったわね。うんうん、どれも共感できるな。福岡は、美味しいものがたくさんあるイメージだな。福岡県民が羨ましいぜ。あ、お土産で辛子明太子ももらったぜ。定番のお土産よね。マリサ、辛子明太子ってなんだか知ってる？え、それはだな、何かの卵かなんかだろ。そんなことだろうと思ったわ。からし明太子は、スケトウダラの卵を含む卵巣に、唐辛子を原料とする調味料で味付けをしたものよ。そうそう、それそれ。スケトウダラ。ちょっとど忘れしただけなんだぜ。本当かしら？さて、続いては佐賀県よ。佐賀県がよくわかる地図を見てみましょ。や、山がでか。山と田んぼのイメージが強いみたいね。あとはイカと有田焼き？イカは佐賀県の名産品よ。あと佐賀県は日本磁器発祥の地とも呼ばれているのよ。有田焼きが有名ね。へえ、そうなんだな。続いては長崎県よ。ちょっと、これはひどいだろ。長崎県のみんな、これは突っ込んでいいぞ。こんなに島が多いと、自治体も大変そうよね。確かに。それならよくわからない。って言ってしまいそうだ。島の数が多い都道府県ランキングでは、もちろん長崎県が1位よ。やっぱりな。あとはカステラや長崎ちゃんぽん、ハウステンボスのイメージが強いかしらね。カステラもちゃんぽんもうまいよな。異国情緒あふれる街並みも素敵よね。続いては熊本県よ。これは、熊本に支配されてるな。実際、熊本が経済回してそう、って声もあったわ。確かに、熊本をイメージする人は多いだろうな。次は大分県よ。大分県といえば、温泉ね。別府温泉を思い浮かべる人が多いわ。そうだな。そのイメージが強いかもな。別府温泉は源泉数、湧出量ともに日本一よ。別府地獄巡りは別府観光の定番ね。なんで地獄って言うんだ？それはね、昔は近寄ることのできない忌み嫌われた場所であったことから、地獄と呼ばれていたのよ。今じゃ温泉は天国だよなぁ。へへへ。そうね、私も温泉大好きよ。さて、残り3県になったわね。次は宮崎県よ。宮崎県に対するイメージは、毎日漬物を食べていそう、お祝いは必ず焼肉、こんな感じね。いや、焼肉、食べたいんだぜー。宮崎牛は和牛ブランドの一つで、アメリカに初めて輸出された和牛でもあるのよ。そうだったのか、それは知らなかったぜ。九州最後は鹿児島県よ。やっぱり火山、桜島の印象が強いのかしらね。そうだな。でも、灰が降ってくるって、想像できないんだぜ。地元の人によると、目がゴロゴロしてきたら、灰が降ってる可能性が高いそうよ。そうなのか。コンタクトの人は地獄なんだぜ。あとは、島がいくつもあるの。奄美大島は、東洋のガラパゴスとも言われているわ。東洋のガラパゴスか。奄美大島には珍しい生き物がいるんだよな。そう、このチャンネルでも取り上げたことがあるわよね。奄美大島は、その大部分が森で、奄美の黒ウサギなどの珍しい生き物がたくさんいるわ。海もとても綺麗で、シュノーケリングやダイビングもおすすめよ。へえ、行ってみたいんだぜ。いよいよ最後、沖縄県よ。沖縄県民って、なんだか幸せそうだよな。そうね、県民が幸せそうなランキングでも1位だったわ。あとは雪を見たことなさそう、美しい自然と綺麗な海、語尾にさをつけそう、こんなイメージね。さと語尾につけそうなのは、あるあるだな。沖縄の方言はウチナーグチといって、同じ言葉でも沖縄本島と石垣島、宮古島では全く違うの。本島でも南部、那覇、首里、中部、北部とエリアによっても違うらしいわ。何、そんなに複雑なのか。でも最近では簡略化して旅行者でも聞けばわかるものも増えてきたみたいよ。ふむふむ、そうなんだな。昔ながらの言葉は、なかなか聞き取るのは難しいでしょうね。でも聞いてみたいな。
さて、都道府県イメージ調査、どうだったかしら？共感できるものも多かったけど、実際はどうなのか気になったな。そうね、みんなのコメントを楽しみに待ちましょうか。おう、じゃあ私たちはこの辛子明太子でも食べながら、コメントを待つとするか。あら、ご飯も炊けてるわよ。さすが霊夢さん。早速食べようぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。